竜筋家は、金宝下科竜筋家族の多年層。根室用は、長い傭兵を持って、多場性し、傭心は深円形から人円形で、長さ、幅とも3から10センチメートルになり、円には低い二部挙子を持つ。茎は直立し、家計の高さは15から50センチメートルになる。茎は中空で、形容は茎の上部につき、根室用に似るが小型になる。 花期は5から7月。茎の先端及び葉液から長い花柄を伸ばし、計2.5から3センチメートルの黄色い花をつける。花弁はなく、花弁に見えるのは、学編で、普通5枚、時に6から7枚ある。湯髄は、多数うーあり、死髄は4から12個ある。果実は、袋花となり、長さ1センチメートルになる。根は、白色で、髭状になる。 茎が直立し、黄金色の花をつけることから立金化と呼称されるようになった。族の学名となっているカルサはラテン語で強い匂いのある黄色い花という意味を持つ。日本では本州、九州に分布し、アジアでは朝鮮や中国に分布する。水辺や湿地などに生育し、水場所の群生地で見られることもある。ワカメは山菜として、 食用可能であるが、基本的に有毒であり、食すと下痢などの症状を起こす場合がある。熊本県熊国朝霧町では、町花とされ、町の天然記念物に指定されている。日本においては本町が時生の難言と言われている。ありがとうございます。